皆さんこんばんは、ノエルフィーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をします。トアです。よろしくお願いします。はい、ネネです。よろしくお願いします。ヒラです。よろしくお願いします。ホノカです。よろしくお願いします。はい、はい、まずは先日札幌ファクトリーウィークデーライブにお越しいただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ファクトリーウィークデーライブに続いて17のレッドライブ、あと23のスタジオライブにもノエルフィーで出演しますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして何度も言ってる、はい、言っててちょっとあれなんですけど、レッドライブのチケットが、直接お買い求めいただけるのが今日までとなっているので、はい、まだ行こうかなって迷ってる人はぜひ、はい、誰かに声をかけて買っていただければなと思います。はい、はい、そしてね、はい、今回この度、はい、ねねちゃんが高校卒業、はい、あとトワももうすぐ卒業式だもんね。学校ね、はい、卒業なので皆さん拍手を、はい、おめでとう。高校卒業しましたけど、はい、どんな女性になりたいですか？はい、どんな女性？はい、こんな感じ。こんな感じ。はい、何も考えてなかった。ね、はい、これからもねねちゃんの、ね、はい、成長に注目していただければと思います。頑張ります。はい、はい、今日は何を話そうかなって考えてた時に、はい、一個だけちょっと笑いに変えとこうって思ったことがあって、はい、初お披露目のね、バースタさんのジャンピングサマーって曲をやらせていただいたんですけど、はいはいはい、その時になんか、せーの、ジャンピングサマー、ジャンピジャンピサマーっていうのが終わった後にね、ラストって言ってきた人がいて、なんかどれだろう、ラストが終わった後にラストって言ってきた人がいて、どれだろう、私の対応力のなさからラスト終わったじゃんみたいなことを曲中に言っちゃって、うんうん、ちょっと初お披露目からやらかしちゃったし、まあ、卒業生の児玉りりかちゃんがね、すごく失礼なことをしちゃったなと思いますので記者会見しましょう。そうですね、ちょっとこの場を借りて皆さんもちゃんと入りきってください、ね、この場を借りてちょっと会見をラッシュさせていただきたい。はい、この度はノエルフィー初お披露目で大変大きなミスをしてしまい申し訳ございませんでした。申し訳ございません。この子のことは嫌いでも私たちのことは笑いに変えとかないと YouTube に残っちゃったので、まずいと思いまして、はい、盛大に笑ってください。そうですね、はい、今日は最後の曲がかっこいい感じの曲なので、はい、そういうことは言わないように撤回します、はい、頑張ります。頑張りましょう、はい、じゃあラスト、はい、聞いてください。パパラッチ。Yeah.
ました。ありがとうございました。ありがとう。